すごい雨だね。ええ、それギター？はい、そうです。バンドやってんの？はい。すごい雨だね。もしもし、パパだ。今駅だ。すごい土砂降りでさ、ママに言って。そうそう、車で。持ってないよ、会社出るとき降ってなかったんだもん。いいから起こしてきなさい。もしもし、これ今駅なんだけど、雨で身動き取れないんだよ。頼むよ、車で5分もあれば来れるっしょ。いいよ、パジャマで。頼むよ。雨、当分止みそうにありませんね。通り雨だ、すぐ止む。ある登山隊が、え、退屈しのぎにいいかなと思って、ある登山隊が雪山で雪崩にあって。知ってます？この話。いえ。ある登山隊が雪崩にあって二人生き残ったんだって。吹雪の中、今の僕らみたいにテントで足止め食らって、しかも一人は足を怪我してた。何日経っても助けは来なくて、食料も底をついて、怪我してる方はどんどん衰弱していって。でもね、本当はあったんだって。食料はもう一人が隠してた。どうして？自分一人が生き延びたかったから。そいつは様子を見てくるって言ってテントの外に出て、隠していた食料を一人で食べてた。怪我した方はとうとう死んじゃって、もう一人はその死体を雪の中に埋めた。ところが、聞いてる？聞いてます。次の日の朝になると、その死体が隣に寝てるんだって。何回埋めても次の日目が覚めると隣に寝てる。どう考えても死んでるのに、朝になると自分の隣に。怖いでしょ。これ本当の話らしいですよ。それで？え？それでどうなったんですか？忘れちゃった。なんだよそれ。私もその話は知ってます。本当にどうなるんでしたっけ最後。あなたはこの話の一番大事なところを忘れている。え、なんだっけ。この話の本当の怖さはそういうことじゃないんです。
楽しかったな。何やってんだ。事故の記録だ。報道する義務がある。お前マスコミか。私を取るんだ。いいか、私は川崎仏壇の。だろうと関係ない。これが記録だ。なんだと。貴様、何何何、どうしたの。足が痛い。私は医者だ。痛いかもしれんが少し我慢するか。何してんのよあんた。仕事なんだ俺の。こんなとこで仕事って何よ。よしなさい。今は生きることだけ考えるんだ。おい、南に向かうぞ。数キロ先に山小屋がある。無理よ、この中を100メートルだって歩けるわけない。指示に従い。私は日頃80人の部下の指揮を取ってる。こういう時は命令系統を発揮させる必要があるんだ。このまま黙ってろ。何、その服はどうした。そのリュックは前のか。こいつをつけてたやつはな、もう寒さなんて感じないんだよ。やめないか君たち。その山小屋は本当にあるのかね。この箱の中に飛行航路図があった。飛行機は東へ向かった。これは登山地図。おそらく今この辺り。ここで待てば救助隊が来る。だから貴様はダメなんだ。この機体はすぐ雪に埋まる。行こう。この機体は新雪の上に乗ってるだけだ。突風に煽られて吹き飛ぶ危険性がある。分かったか。経験のない奴が甘えた感情論に走りやがって。よし、こいつは私が背負う。いや、鬼残る。防寒の準備をして本部に出発だ。リバークさせる。リバーク。穴を掘ってその中に避難させるんだ。周りを埋める気。違う、リバークだ。あなたが無理やり連れてきたんじゃない。何言ってんだよ。おい、事態は刻々と変化する。これは緊急処置だ。何言ってんだよ。熱い。大丈夫か。熱い。傷口が凍り始めて。マリー、どうした。歩け。見ろ、だからビバークさせると言ったんだ。無駄に体力使っただけじゃないか。人の命を何だと思ってるんだ。いや、あんた担げんのか。どうするの、どうする気なの。仕方がないだろ。なんで、じゃあなんで連れてきたの。なんで連れてきたのよ。Thank you.
助けて。すぐに助けに来るから。ねえ、食べ物も入ってるから。助けて、私も一緒に。本当に小屋はあるんだろうな。信じないな。帰れ。ふざけんな。小屋だ。小屋？どうしたんだ。どこだ。いや、見えないぞ。見える。あそこに小屋が。見えないぞ。そこに真ん中にストーブがある。あ、本当だ。燃やせ。何か燃やすもの。全然温まらないじゃないか。外にいるのと変わらない。その板を燃やせ。その板を燃やすんだよ。落ち着くんだ。さあみんな火を囲もう。無駄よ、こんなんじゃ温まらない。そんなことはない。火を見つめるんだ。寒いという先入観が火を冷たくしている。炎に集中するんだ。きっと温まってくる。あるようだ。よかったな。ちょうど4人分だ。4人。みんなよく頑張った。これからは持久戦だ。食料を出してくれ。私が管理する。お前何の権限があって。おい見ろ、食べ物だ。よし、こっちよこせ。私が少しずつ配給してやる。いや、食べ物は私が管理する。配分を考えて公平に渡す。貴様、独り占めする気だろ。やめろよ。これで助かるぞ、4人とも。味がしない。マリー、よせ。マリー、よすんだ。今は無理だよ、この雪じゃ。早く助けなきゃ、マリーが死んじゃう。忘れろよ、生き延びるため。ちょっと。
マリー、どいて、どっちだ、体の向きはどっちだ、仰向けか、うつ伏せか、どっちだ、わかんない。友達は？それが死んでたよ、残念なことに。仕方がないか、あの状態では誰のせいでもない。誰のせいでも、そう、仕方がない。気にするな。こんな話を知ってるかな。ある登山隊が雪崩に遭い、二人の男が生き残った。だが一人は足に重傷を負っていた。テントを張り救助を待った。無傷の男は様子を見てくると言って日に3回テントを出た。隠していた食料を食べていたんだよ、テントの外で。何の話だ。数日が経ち、怪我をした男は日増しに衰弱していった。しかし食料は与えなかった。そしてついに死体はテントから離れた雪の中に埋めた。しかし翌朝目覚めると、その埋めたはずの同僚の死体は隣に横たわっていたんだ。男は埋めた何度も。しかし決まって朝になると、その死体は這い出してきたように。やめてよ。なんでこんな時に。すまん、幽霊話をしたわけじゃない。食べ物では争わぬこと、それが言いたかったんだ。この話には続きがある。しかしやめとこう。さあもう寝よ。寝る？寝たら死ぬぞ。あんた医者だろ。寝るから死ぬんじゃない。体温が低下して失神するんだ。短時間の睡眠ならむしろ体力は回復する。一度寝てしまえば誰も起きないぞ。交代で起こせばいい。5分交代でどうだ。1人が起きていて3人が寝る。5分経ったら1人起こし、起こした者は寝る。それを順番に繰り返そう。10回私が起こす番が来たところで全員を起こそう。5分おきにアラームが鳴る。貴様ら本当に起きられんのか。信頼するんだ。分かったぞ。俺を殺すつもりだな。三人で組んで俺を起こさないつもりだろう。回しなさい。起こしたらそこに起こした人が寝る。寝ていても必ず追い出す。どうだこのルールで。分かった。
でもあいつより前にしてくれ。よかろう。なら君が最初になれ。次は私だ。じゃないぞ。じゃないぞ。助けようとしたのは私じゃないか。おい。釣りに戻るからね。起きなさい。起きろ。おい君、こんなんでいつまで待たせるんだ。どうした。もう一人何を言ってるんだ。5人いた。どういうことだ。5人いなきゃ俺たちは消えなかったんだよ。5人誰か。誰がいたの。私は誰を起こしたの。
じゃあ俺は誰に起こされたんだ、誰に起こされたんだ。ダメだ、耐えられない。今度は移動しなければいい。起こしたら自分のところへ戻る。いや、 これで行こう。いや、寝るぞ。いや、硬直が起きてる。どういうこと？2時間前には死んでる。え？誰が私を起こした？やめろ。お前らもクエルスにくっつけ。バカなことするな。この感覚がなくなるよ。なくいよ、なくいよ。こんなところで死んでたまんか。私は寝ない。私は寝ないぞ。うん。何かあっても俺たちが最後まで生きたことを記録するんだ。生きてたこと、生きている。俺たちは今生きている。生きてる。おい、聞いてくれ。俺たちは今生きてるぞ。生きてる、生きて、生きていよう。生きて、生きていよう。
マリー、次は私ね。私の番ね。いいわよ、いつでも来なさいよ。話の続きをしよう。テントで生き残った男は怖くなり、ビデオカメラをセットした。翌朝、死体はまた隣に横たわっていた。男はビデオを再生した。すると、その死体は男自身が掘り起こしてテントに運び込んでいたんだ。ママはまた寝た？もう早く起こしてきなさい。駅だよ、帰れないの。雨だから車で迎えに来てくれって。いいから起こしてきなさい。なんか他にありませんか？聞かせてくださいよ。結構知ってるんじゃないですかね。お願いします。もしもし、なんで寝るんだよ、早く迎えに来てよ。だからいいよ、パジャマで。誰も見てないから恥ずかしくないよ。こっちもさ、疲れてんだ。よろしく頼むよ。寝るなよ。おーい、もしもーし。Numbers. 1, 8, 5, 5, 5, 7. That is of the Pharaohs. Show great respect for it.
元禄14年3月14日江戸城で傷害事件が起きた。赤穂藩の大名浅野匠守が吉良上野介に切りかかったのである。幕府は高級官僚の吉良上野介をかばい、小大名でしかない浅野匠守を切腹させ藩の解散を命じた。喧嘩をした者は互いに処罰される時代に赤穂藩のみが一方的に断罪されたのである。家老大石蔵之助の出方に誰もが注目していた。熱い。よい。闇がお好きで忘れられる白昼の面倒なこと。蔵之助様、お前ら感じ悪いな。感じ悪い。殿が切腹なされて早人とせ半、宿敵吉良は何の処分もされておりません。今すぐ江戸へ立ち吉良の首を。またそんな話か。なぜ何もなさらぬ。やるよわしだって。ならば敵討ちを。幕府にもう一度頼んでみるから。うちの藩を再興してもらって吉良にも罰を受けてもらえば穏便に済むほどじゃないか。命かけて仕返ししなくったって。そんな目でわしを見るな。なんで殿は吉良を。余計なことをしてくれた。行水の支度を。よう。何者だ。紐の横の穴に耳を当ててください。耳を。突然電話で失礼します。電話。え、それ携帯電話なんです。携帯電話。もう一つの穴に口、口を当てて話してください。口を。これで良いのか。で、耳はそのままでいいですか。先ほどの紐の横の穴に耳を当てたまま、そして今の穴に口を当てて話してください。できますか、大石さん。いいですか。耳が上、口が下。大石さん、できますか。大石さん。えい。ほら、待ちなさい。ちょっと待って。歴史の調査。歴史上で起きた事件が本当にあったのかどうか調べてるんです。それで300年後から直接お電話を。300年後。そんなバカな。うん、確かにそうですよね。でも信じられないでしょうが、これ本当なんです。わしを騙すつもりだな。
はは、わかった。貴様、キラのものだな。違います。あなたのずっと先の未来にいるんです。未来？そんなこと信じられるか。今日は8月3日ですよね。実は側近の上野喜六さんがですね。喜六がどうした？今日事故で亡くなります。事故？まさか。記録だ。記録。父上。誠に残念です。記録。わしに何を聞きたいんだ。事実確認したいんです。キラさんに討ち入りする事件のことで。討ち入りするんでしょ。隠さなくったっていいです。いやわしはそのような血生臭いことは。立派だ。心の内を人に明かさない、それが武士道ってやつですよね。いやわしは本当にね。しかし300年後のお前がなぜわしのことを知ってるんだ。知ってますって。大石蔵之介といえば歴史上の有名人ですから。わしが？そうなのか。ドキドキしてます。あなたみたいな人と話せるなんて。そうなのか。でも最近あなたの評価が分かれてるんですよね。研究者によってはあなたは小心者でずるくて討ち入りしないで逃げたんじゃないかって。何？そんなことないですよね。本当はもう討ち入り決めてるんでしょ。ああ、そう言われてしまうと。絶対そうですよね。なんたって大石蔵之介だ。いや、絶対と言われるとこれはまた。やっぱりしないんですか。バカだ。ですよね。まあわしだって心の底では幕府の理不尽な決定に怒りがなくは。でしょ。まあわしだって殿の仇を討つことは考えてはいるが。そうこなきゃ。しかし今はなんというか木が熟すのを待っているというか。深い。結婚の時期を読んでるんですね。まあそういうとこかな。空や吉千代の声が聞こえないが。今朝早く母上が2人を連れて実家へ。実家へ？父上を心配しておられました。医者に相談した方が良いのではと。いや、女房は実家こらめでたいね。カール飲む？する？してから飲む。これはな、携帯電話とか。新しい刀やな。いや。もしもし。もしもし、おいさん。人の声やわ。もしもし。話のできるからくり箱だ。もしもし。いいだろ。モース。何してんですか。ちょっと別宅にな。愛人の家に。愛人？そちらではそういうのか。愛人？愛の人？美しい言葉だ。大事な時に遊んでるのか。やっぱり討ち入りする気ないんだ。いや、待て、誤解をするな。敵を欺くためにしているんだ。ああ、なるほど。当たり前だろう。しかし突然音を立てられるのは体に悪いな。ちょっと待って。着信音が気に入らない。オッケー、なんとかしましょう。よいしょ。おいさま。
なんだよ。江戸から知らせが。どうした。山岡がキラを襲ったそうです。やったか。失敗しました。なんだ。は？いや、すぐ江戸へ。お前が行って処理してくれ。わしは知らなかったということに。おいさま、カルしてから。あれ、なんだそれは。これをからくり箱に。からくり箱に。ああ、これか。ああ、カル、クラちゃ ん、 ん、あんな、うん、お腹にややこか。うん、そうか、わしの子めでたいぞ、カル。この紐の色合いがとても美しい。さすが。お、力。あ、わしの愛人がな。仇討ちする気はないのですか。こんな時に死ねますか。父上。父上ってそんな柄じゃないから、お父っつぁんとでも呼びなさい。お、もういい。私が殿の敵を討ちます。お前そんなに死にたいのか。ええ、死にます。だらしのないお父っつぁんを切ってから。いやあ、待ちなさい。今は話す気になれない。やっぱり打ち入りしたくないんですね。まさか迷う大石と思っているのか。じゃあやる気なんですか。やると言ってるだろう、しつこいな。なら打ち入りの決意のお言葉を。ん、歴史に残るお言葉をお聞かせください。あのな、期待してます。わかったわかった、何か言えばいいんだろう。キラを打つことは、天下正道に対する怒りを表すことだ。素晴らしい。え？キラを打つことこそが、亡き殿の恨みを晴らすことである。武士の中の武士だ。そう、うん、この意志を貫くこと、これなくして武士とは言えない。今の世、みんな武士の心を忘れておる。武士道とは何か。命をかけて討ち入りし、キラの首を取ること、これこそ武士の道である。わしこそ本当の武士である。皆の者目覚めよ、これを天下に知らしめるのだ。父上。大石様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 。江戸へ。江戸へ。感動しました。
王子様頼もしかったな。そうだな。おいおい。王子様を信じて、ついてきてよかったな。おいおい。王子様こそ我らの心のお方じゃ。おいおい。あ、もしもし、王子さん。お前のせいでこんなことに。王子さん、もしもし。王子さん、飛びましょう。もしもし、何らかのトラブルが発生したということで。え、王子さん、もしもし、大丈夫ですか。王子さん、もしもし、王子さん。もういい。もしもし。キラテの図面を手に入れました。何図面？図面。おお。討ち入りは今月14日が良いかと。その日はお茶会の日。キラは屋敷におります。おーなしぶりだ。おーさん、なしぶりだ。おーさん、なしぶりだ。どうしたの。立たない。わしを見るな。わしの行く末を知っているな。え？討ち入りの後、我々はどうなるんだ。教えてくれ。それはちょっと。死ぬのか。死ぬんだな。あ、いや。死なないのか。いえ。やっぱり死ぬんだな。おい。モス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 。いよいよですね。今のお気持ちは。さん、もしもし、もしもし、大石さん、大石さん、もしもし、大石さん、もしもし、もしもし。生き続けるのだな。我々が死んでも力や赤穂藩は未来で生きているんだな。はい、あなたも。これも運命か。いつかこうなると思っていた。まったく時の流れとは不思議なものだ。話ができてよかった。僕もです。
お医さん。皆がわしを待ってる。ここで何か言った方がよいかな。そちらの記録にはわしは何と言ったと残っている。歴史書には、いや、いや、よい、聞いていてくれ。はい。お主にわしらの思い託したぞ。いよいよ本日は亡き殿のお恨みを晴らす折でござる。仇は本所吉良邸にある吉良上野介。いざ出陣。おbataille à Waterloo. Je vous le demande. Mr. Abraham Lincoln, Roosevelt, Marilyn Monroe. もっと話してくださいよ。この分じゃ雨 2,3 時間上がりそうもないし。どんな話だ。どんな話でもお願いします。お願いします。チェスは非常なゲームだ。ポーン、ルーク、ナイト、ビショップ、クイーン、いかなる駒を犠牲にしても敵のキングを取ればいい。これはあるキングの物語だ。Human against computer in the chess match of the century.
In the end, only one will be the final winner. While the champion's brain calculates only 3 moves a second, Super Blue's computations mean over 200 million moves. Champion's face is turned completely blue. Just like Super Blue.部下が手荒な真似はしなかったかね。あんたは？名乗るほどのものではない。実はある人物を探していてね、その手助けが欲しいんだ。誰探してんだ？加藤明、伝説の世界チェスチャンピオンだ。知らないな。なぜ彼が伝説なのか理由は4つ。1つ、日本人では絶対なれないと言われていた世界チャンピオンの座に見事に輝いた。2つ、チャンピオンになってからは連戦連勝、チェス史上最強と称えられた。3つ、コンピューターに初めて負けた世界チャンピオンとしてチェス史上の汚点となった。そして4つ目、そのたった一度の負けだけでチェス界を去って3年、その後の消息は全く不明という点だ。今一体チャンピオンはどこで何をしているのか、さまざまな憶測がなされた。海外でいい暮らしをしてるんだろうとか。しかし真実はここにある。そいつを探してどうするつもりなんだ。彼とはチェスがしたくてね。大丈夫かね。安酒のせいだよ。なるほど。負けて全てを捨て不老者寸前まで落ちた経緯は私より君の方が詳しいんだろう。チャンピオン、あんたとは関係ない。
それが関係なくはない。スーパーブルーとの戦いでは世界中の人々がチャンピオンの勝ちにかけた。私も大金をかけて大損させられたんだよ。償いをしてもらいたいが、どうせ君は無一文だろう。ただ私とチェスをしてくれればいい。チェスはもうやめたんだ。チェスはフランス語でエシェック、つまり敗北という名のゲームだ。負けた君にこそふさわしい。だが勝っても負けても失うのは駒だけだ。駒だけだ。金持ちの道楽と誰が。そうか、君はチェス盤が怖くて見られないんだったな。じゃあ勝負するまでもない先輩ということか。では君のキングを。 The champion is in checkmate。 動かす駒が違う。ポン D4。 よろしい、早速始まった。ではポーンを D5。 座らないのか。素人相手だ、見なくてもさせる。ポーン C4。 ポーン E6。 ナイト F3。 チェス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 。たかがチェスの何を恐れる。まあ無理もない。チェスの成り立ちはご存知だろう。チェスはテーブルの上に再現された戦争だ。駒が取られるということは戦場でたくさんの兵士が傷つき埋めいていることを意味する。そんな駒の気持ちを考えたことがあるかね。本当のチェスはただのお遊びじゃない、死をかけた戦いなんだ。ナイト C6、 君の番だ。言ってみれば人生も大きなチェスゲームだ。君のようなチェスプレイヤーに限らずともね。この大都会というチェス盤の上で人間どもは経済活動やら恋愛模様やらというチェスをやってるんだよ。そうは思わないかね。マナー違反だ、少し黙っててくれないか。ナイト G5 へ動かす。君はどんな手を使っても勝ちたいとずっと願ってきた。初めて負けた時の気分はどうだった。負けた悔しさは誰にもわからない。あの試合を忘れたことはない。なるほど、やっぱり君はチェスから離れられないんだ。目を背けようとすればするほど君の心はチェスを欲してるんだよ。違うかね。私に言わせりゃ君に必要なのは酒に酔うことじゃない、医者だ。マナー違反だ、言ったはずだ。チェスを拒否したって心のどこかでチェスを求めてる。あんまり無理をすると君の心が壊れてしまうんじゃないかと心配なんだよ。私はやめようやめようと遠ざかれば遠ざかるほどありもしないものが見えてくることだって。黙れ。君のポーンをもらう。あんたの仕業なのか。本当に殺したのか。気にすることはないだろう。ポーンの一人や二人、キングにとってポーンは名もない兵士に過ぎない。チェスのことじゃない、下の本物の人が。夢でも見てるのかね。そんなに心配なら下へ行ってみるがいい。何やってる。なんで刺したんだ。
おい、次の手はどうしますか。どういうことなんだよ。おい、違う、これじゃない。これじゃない。俺じゃない、俺じゃないんだ。3年ぶりに来たかと思うと妙なことを言う。広場で人がチェスみたいに殺し合う、夢でも見てたんじゃないか。いや、本当に見たんだ。スーパーブルーに負けてからの悪夢と一緒じゃないのか。たちが負けた俺を責めるんだ。大丈夫、大丈夫だから。今度は勝つから。絶対。お前に何が分かるって言うんだ。逃げ、3年もの間どうしてた。俺も奥さんもどんなにお前を探したか。キングが負ければクイーンだっておしまいだ。負けたキングはクイーンを守りきれないんだ。待って待って、行かないで。俺たちはもうおしまいだよ。負けたキングはもう忘れろよ。いいか、他の駒を犠牲にしてキングを勝たせればいいのはチェスだけだ。チェスと現実は違うんだ。でも俺が見たのは。お前の心は弱ってる。チェスはたかだか盤上のゲームだ。チェス盤から離れても続くチェスなんてない。ん？なんだこれは。次の手はどうした。ポン E3。 おいアキラ、どうせ間違いバックスだよ。誰もお前とチェスなんか。どういうことだ。クイーンでないと取り。どうした。ナース、ナース、友だ、友だ。クイーン、ナイト、次の手は。
次の手はキング1。キングはこうなるよ。失うのは駒だけだ、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 駒だけだ。チェスに殺される。忘れてもらっちゃ困るな。これはチェスだ。ビショップは斜めにしか動けないことを知らないわけじゃあるまい。ビショップ、君はどうした？とうとう駒を犠牲にすることに耐えられなくなったようだな、チャンピオン。こんなチェスはない。下ろしてもらう。妻はどこだ？負けを認めるのか。では倒したまえ、君のキングを。The champion is in checkmate. チャンピオンのチェスを見せてやる。キング前進。あと2手でチェックメイトだ。投了を進める。なるほど、確かにチェックメイトできよう。しかしまた他の駒を犠牲にするのかね。戦いのフィナーレにふさわしい。かつてアラビアのハッサン王は囚人たちで人間チェスを行い、取られた駒の囚人の首をその場で跳ねた。まさに王者の趣味、戦いのチェス。チェスは非常なゲームだ。いかなる駒を犠牲にしても敵のキングを取ればいい。
しかし君がチェックのためにナイトを動かせばクイーンは死ぬことになる。なぜなら次の私の手はルークでクイーン取りだからだ。手な動きには死のペナルティを与える。さあどうする。クイーンサクリファイス。本当のチャンピオンならクイーンを犠牲にしても勝ちを取る。クイーンを守る。キングはクイーンを守る。キング A5。 痛くない。友だ、お前、クミ、どういうことだ。すまん、騙してて悪かった。すべては治療だったんだよ、お前の。治療？今日起こったすべてのことは一種の食療法だ。お前がもう一度チェスに挑戦するようにみんなで仕組んだことだったんだ。お前の才能を高く評価していた青木さんが資金のサポートをしてくれた。私の死が近いことは事実だ。死ぬ前に人類に貢献したかった。スーパーブルーの開発資金は私の金だが、コンピューターに人類が負けているのはやはり面白くない。君に再戦してもらいたかったんだよ。でもチェスはあなたと。私は所詮チェスの素人だ。このイヤホンに指示を出していた影のプレイヤーがいたんだよ。スーパーブルーさ、そう、君が戦ったのはスーパーブルーだったんだよ。スーパーブルー、強すぎると思ったよ。でもまた俺は負けた。
妻を守るために勝負を捨ててチェスプレイヤーとしては最低の一手だった。でもクミ、今度は負けても悔いはない。もっと大切なものがある。俺たちも一度やり直せないか。アキラ、早まるな。負けじゃないぞ。何を言う。俺の負けだ。いや、君は勝ったんだよ。自らを犠牲にするという発想が理解できないコンピューターは思いもよらぬ君の手に混乱しオーバーロードしたんだ。ほら、でした。おめでとう、チャンピオン。チェスは非常なゲームだ。いかなる駒を犠牲にしても敵のキングを取ればいい。だが他の駒と共に勝利を目指すチェスもある。人生という名のチェスだ。これはあるキングの物語だ。次はもっとお願いしますよ。もっと？お願いします。お願いします。お願いします。お願い。二人は結婚は？結婚ですか。そのつもりですけど。すごい振りですね。参ったな。天気予報じゃ降るなんて言ってなかったのに。ね。言ってました。え？雨だって。じゃあなんで？傘、電車の中に置いてきちゃったんです。やみませんね。あ、この映画前から気になってたんだよな。私も。面白そうだよね。映画って見よう見ようと思ってるうちにすぐ終わっちゃうんですよね。一緒に。すいません、大人2枚。始まるよ。
それが私たちの出会いだった。おめでとうございます。では夕立が二人を引き合わせたというわけですね。はい、運命を感じましたね。こちらがチャペルになります。うわ、綺麗。こちらのプランには当式場オリジナルのアニバーサリーサービスがつきます。最初の結婚記念日には式で着用された衣装のミニチュアを着せたティディベアをお届けします。かわいい。5年目の記念日には結婚された年に作られたワインにお二人の名前を入れてお届けします。そして10年目の記念日にはお互いのメッセージを収録したビデオレターをお届けします。タイムカプセルみたい。あ、すいません、これってビデオに向かって喋るんですか？はい。あ、ねえ、なんか恥ずかしくない？面白そう。私こういうの好き。やろう。はい、じゃあお願いします。はい、どうぞ。今日は2人の10年目の結婚記念日ですね。35歳のゆういち、元気？あ、ひょっとしてお腹出てたりして、ね、私はどう？変わってる？それではご披露宴の方はこちらの A プランということでよろしいですね？はい、受けたまわりました。これ何ですか？そちらは今月から取り入れた当方の最新オプションサービスです。一足お先にお二人の結婚生活を体験してみませんか？お申し込みになりますか？結婚シミュレーター？うん、私とゆういちの結婚生活をコンピューターでシミュレーションして、それを疑似体験させてくれるんだって。すごい便利な世の中になったわね。受けた方がいいわよ絶対。だってまだ付き合って1年経ってないんでしょ？私はお姉ちゃんとは違うもん。よく言うわよ、衝動買い得意なくせに。こないだ買ったワンピースだって1回しか着てないんでしょ？ああ、私たちの頃にもこんなのがあったらな。失敗しなくて済んだのに。高速道路の入り口を通過した車のデータからいつどこで渋滞が起きるかを予測することができますね。それと同じ要領でお二人の DNA、 生い立ち、性格分析テストのデータから結婚生活を正確にシミュレートすることができます。お断りしておきますが、映画やドラマのようにあらかじめストーリーが決まっているというわけではありません。お二人の感情の変化によって展開も結末も違ったものになっていきます。それではシミュレーションを開始します。
大きて。朝だよ。おはよう。おはよう。はーい。なんかいいよね。何が？うん、だからほら朝だよおはようってやつさ。ああ、ちょっと夫婦っぽいよね。ぽいよね。じゃあ食べようか。せーの、いただきまーす。あ、ごめん、ちょっと醤油取ってくれる？醤油？ソースでしょ？だって目玉焼きは醤油だろ。ソースだよ。ねえ。あ？何？あのさ、これって普通揚げておくもの？え？下げとくものなの？なあ、ちょっと明るいと眠れないんだって。明かりがないと眠れないの？だからね、その映画結末が2パターンあるんだって。あ、そう。犯人が捕まるのと逃げ切るのと。そう。どっち見たい？そう。ちょっと聞いてるの？あ、ごめん、なんだっけ。ひどいよ。おいしいの一言も言わないで、食べた後は知らん顔してすぐテレビ。少しは協力してくれる気ないの？使った食器は流しに運ぶとか、脱いだ服は洗濯籠に入れるとか。私は優一の家政婦じゃないんですからね。もっと大事にしてよね。ちょっと待って、大事にして。じゃあ大事にしてほしかったらさ、そっちも少しは努力したら。どういう意味？前から言おうと思ってたんだけどさ、最近スウェットにすっぴんしか見てない。一旦休憩が入ります。下のレストランにお食事がご用意してあります。最初からそううまくいくはずないんだよね。育ってきた環境だって違うんだし。違う人間なんだからぶつかるのは当然だよ。ハル、うん、俺何があっても一生ハルのそばにいるから。おい、待てよ。嫌じゃない、さっき。あれはシミュレーションの中の話だろ。だからいずれするってことなんでしょ。そうじゃないよ。決まってるもん、絶対するに決まってるもん。さっき、男の子だったらハルキ、女の子だったらユカ。いい？うん、自覚もいいし、そうしよう。あなたの名前が決まりましたよ。まあ男の子なんてお手柄ね。さすが雄一のお嫁さんだわ。ゆうたろう、おばあちゃんですよ。ゆうたろう。あら、雄一、お話してないの？あ、うん、まだ。徳永の家ではね、代々長男が雄の字を受け継ぐことになってるの。主人が雄介、息子が雄一、そしてこの子が雄太郎。ね、いい名前でしょ。おー、よし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 。雄太郎、本望が見たいのね。はい、雄太郎。男の子は春樹じゃなかったの？ごめん。
私徳永の家に嫁に来たつもりはないし、子供の名前だって好きにつけるから。よりによってこんな日に。信じらんない。大事なお客さんの接待で忙しかったんだって。たかが結婚記念日だろ。たかが雄一にとってはどうせその程度のことなのよね。ねえ明日は？ゴルフ。え？ゴルフは仕事だって。私なんて雄太郎が生まれてから映画の一本も見に来てないのよ。四六時中家で子供の面倒見てる私の気持ち考えたことある？もう私頭がおかしくなりそう。俺だってな、家族養うために頑張ってんだよ。そうやってな、いつまでも恋人気分であれやこれや注文すんな。おい、雄太郎まだ小学生になったばっかりだぞ。なんでそんな大事なこと相談せずに決めたんだ？相談したかったわ。でもあなた私の言うことなんてまともに聞いてくれないじゃない。聞いてるだろう。とにかく来週から働きに出ますから、その方が家計も助かるでしょ。俺の稼ぎ少ないから当てつけてんのか。やめてよ、そんな卑屈な言い方するの。卑屈だお前。俺のどこが卑屈なんだよ。分かった分かった、じゃあやれ仕事な。その代わりこうしよう、雄太郎のためにもおふくろたちと暮らそうな。東京は嫌、絶対に嫌。あ、そう。お前自分の考えだけは押し通すんだな。だったらもう勝手にしろ。何よ、自分だけが我慢してるとでも思ってるの？私あなたのそういうとこ大嫌い。私ずっと我慢してきたんだから。それはな、こっちのセリフだよ。もういい加減お前と暮らすのうんざりなんだよ。いかがでしたか？よかったじゃん、式挙げる前に気がついて。本当、人生無駄遣いせずに済んだわね。結婚式キャンセルします。え、はい。いいんだな？ええ。
恋はね、恋のまんまが一番いいの。結婚したら男なんてみんな変わっちゃうんだから。よかったじゃない、傷が浅くて。そう、どうせうまくいかないのなら早いうちに別れた方がいい。見て、見積もりが。これでよかったんだ。もしもし。徳永です。どうも。郵便物逆に届いたみたい。そうみたいね。送り直した方がいい？ならそうするけど。処分しちゃって、構わないから。分かった。じゃあ俺のも捨てといて。分かった。じゃあ元気でね。もう会うこともないと思うけど。さよなら。さよなら。今日は二人の10年目の結婚記念日ですね。10年間本当にいろんなことがあったと思います。俺は少し言葉が足りない方だし、変なとこ頑固だから、多分春には寂しい思いをさせたり、いっぱい怒らせてるんじゃないかと思います。あ、そんな時のために先に謝っとくね。ごめんなさい。謝りついでに一つ告白したいことがあります。10年前、俺たちは雨の日に映画館の前で出会ったでしょう。あのほら、お互いに傘持ってなくて。実はあれ偶然じゃなかったんだ。俺はずっと前から春のこと知ってました。何度か見かけるたびに気になって、そのうち会えるのが楽しみになって。
声かけたかったけど、なかなかきっかけがなくて。そんなある日、バスの窓から雨宿りしてる春のことを見つけました。本当はね、あの時俺傘持ってたんだけど、持ってないふりをしました。驚いた。なんか言えなくなっちゃったんだよね。ほら、春があまりにもあの出会いは運命だったって喜んでたから。けどこれだけは分かってください。俺が仕事で疲れてる日も、嫌なことがあった日も、春を見ると元気が出ました。俺にとって春は世界でたった一人の特別な人です。それは今でも変わってません。だから喧嘩したりすれ違うことがあっても、俺は春のこと大事に思ってます。これからもずっとずっと大事にしていきます。あ、そうだ、あのお互いのビデオ見終わった後にもう一回あの映画館に行ってみませんか。もしそこで上映されてる映画がラブストーリーだったら、あの出会いは運命だったってことにする。なんてどうかな。とにかく10年間本当にどうもありがとう。大人2枚。始まるよ。いかがでしたか。以上で結婚シミュレーションを終了します。ありがとうございました。
それじゃあ、おやすみなさい。おやすみなさい。じゃあ、お幸せに。どうも。お、ごめんごめん。ありがとうございました。世の中には大きく分けて2種類の人間がいます。物語を伝える人間とそれを聞く人間です。物語を伝える人間の中には語ること自体が人生の全てになってしまった人たちがいます。ストーリーテラーと呼ばれる人々です。彼らが一番恐れている言葉はもっと。人々は新しい物語を求めることに貪欲です。そして容赦なく彼らにその言葉をぶっつけます。もっともっともっと。少しは語る方の身にもなってください。もっと。今なんと。もっと。どんな話を？